肝,が肝臓の腫瘍ですね帝京、えー、大学水の口病院の井田孝明先生にお話しいただきますけれども井田先生はあ間違えました88年に東京大学を卒業されましたその後いろ,いろんなところでやってたんですね先生東大その他で研鑽を積まれ現在は帝京、えー、大水の口で血液腫瘍を見られておられます。 えー、いろんな分野に強いんですけれども、今回は肝臓のお話を先生にしていただけるところで楽しみです。よろしくお願いします。はい、帝、えー、京大学医学部水戸口病院の小児科の井田です。あの二子玉のもう少し先にあるあの川崎市にある病院で、まあ、今はあの普通の地域の一般診療をしておりますが、えっ、ー、とまあ,あの肝が肝がん科所の治療ネット今後の方向についてお話をさせていただきたいと思います。 ど,まあ、どんな病気であるかということそれからあ症状と診断についてそれから肝がん外科所の治療これまで日本でどう,どういう治療が行われてきたかそれから国際、えー、共同研究への取り組みというのが現在、えー、始まりつつありますが、えー、それについての説明をしたいというふうに思います。肝、ま、肝、あ、というのは当然、まあ、肝臓にできるう 小児ののんなんですけれどもえまあ子肝腫腫瘍には肝が肝,細胞がんこの肝細胞がんというのは大人の方が肝硬変になって肝がんになってということが時々ありますけれどもまあその肝細胞がんですねでそれが子どもにもまれに起きることがありますが多くは肝が腫なんですね。これはあのあの組織を取ってきて顕微鏡で調べて細胞をよく見て区別をするわけですが。 子供のがんは肝腰腫子どもの肝臓のがんは肝が腫と呼ばれるがんであることがほとんどです。でそれ以外に、まあ、血,血液疾患の肝病変であったりあと転移性の肝腫瘍、まあ、神経が腫とか腎がんという他の固形腫瘍が肝臓に転移してきてていうそういう場合もありますが、まあ、多くは肝が腫あまあと良性腫瘍の場合もございます。で肝が腫というものの特徴ですがさっき言いましたように肝腫瘍の 多く80%を占めていますそれから多くは2歳未満、まあ多くとまあ、大きくとっても4歳未満に後発しますで1年間の発症数は非常に少なくて、えー、日本全国で年間に25人から40名ぐらいの発症しかありません、えー、低出生体重児と言いまして、まあ、生,ま生まれた時の,あの体重が小さい赤ちゃんにちょっと多いという傾向があります それかあとでちょっと言いますが腫瘍マーカーのアルファペフェトプロテインこれがあの診断に非常に役立つんですけれどもこれがほぼ前例で上昇するということが言われていますそれから、えー、固形腫瘍ですので遠隔転移をすることがありますが、えー、この場所としては肺がとても多いということが言われています腫瘍マーカーという言葉はこれはまあ医学的,的な言葉で医者はよく使いますが一般的にはあまりなじみのない言葉なので 簡単にご説明しますが診断及び治療効果の判定に有用で血清や尿、まあ、血液や尿ですねこれを用いて簡単に測定できるものです。要するに腫瘍を取ってきて細かく調べなくても、まあ、これが増えてればこの数字が上がってればその腫瘍ではないかなということが、まあ、推測できるようなあのそういうものを腫瘍マーカーといいます。例えば神経,神経合臭という病気では おしっここのののの中中 VMA HVA とととかとか、かそれから血液のの NSE いいうこういう物質を測りますすると大体増えていることが多いので、えー、その腫瘍を取ってきてみなくても、まあ、神経芽腫ではないかと予想をするわけですね。で肝芽腫の場合はこの血清のアルファフェフトプロテインという物質を測るとこれが上がっているだから肝臓が腫れていて、えー、しかもアルファフェトプロテインが上がっていれば肝芽腫なんだろうなということがほぼほぼ推測できるわけですね。 でえー、肝がんかしの症状は大体お腹が張る、まあ、全体が腫れるのを腹部膨慢一部が腫れるのを腹部腫瘤といいますが、まあ、大体お腹全体が腫れてきたということで気がつかれることが多いです、まあ、発熱熱とか腹痛とかこういうことが出る場合もありますが多くはお腹が腫れてきたということで気づ,気づかれます腫瘍マーカーを測って血清アルファフェトプロテインが上がっているということを確認しますで、えー、実際に画像し、えー、診断をしますこの場合は えまあは普通は腹部の CT とか MRI をとって病変の部位まあ肝臓のどのあたりまあ本当に肝臓にあるのかどうかとかねそれから肝臓の場所のどの辺にどれぐらいの大きさのものがあるか広がりを評価しますそれからえー肺の CT 胸の CT をとってえ肺転移があるかどうかということも評価しますすそれでで最終的には整形をすることが一応原則です。 どうしてもあのま政、あ、権をする。まあ、これはまあ、全身全身麻酔で、えー、その部分をもうお腹を少し開けてで腫瘍を取ってくるので、あのそれが非常に危険な場合にはしませんけども、もまあ、原則としては政権をして病理像を確認します。これで間違いなく看護師であるということをか確認して、えー、治療を行うことになります。で、これはあのお医者さんの頭の。 中の出来事ですが腹部膨慢の子がお腹が大きく腫れた子が来た場合に、えー、どういう病気であるかというのを医者はどういうふうに考えるかということですが、えー、ま,あまず年齢ですね新生児なのか乳幼児なのか学童なのかということでいろ、えー、んなそれでお腹がかが張っているといっても空気で張っているのかこれを胡蝶と言いますがこれは叩けば太鼓のような音がしますから。 それから水がたまって張、えー、っている場合もありますしそれからこの漢がしのように主流が何か大きな塊ができて張っている場合、まあ、これを、まあ、触診とか打診とかそう,いうそういうものをして、えー、区別をします。それで漢、えー、がかしの場合であれば大体乳幼児が多くてそれで硬、えー、いと。でその場合神経がしとかウイルム腫瘍とか漢がしとかねこういう病気がまあ想定されるわけ わけでじゃあこのうちの何だろうかということを次に考えていくという順番になります。で大体まあ開業の先生から大学学病院などの大きい病院に紹介されてきてお腹が張っているとするとまあ入院して検査をするわけですね。で、えー、画像さっき言いましたように CT とか MRI とかあるいは腹部エコーとかそういう画像を検査するそれから腫瘍マーカーをするで遠隔転移がないかどうかいろいろ検査をする。 そういう検査をして、えー、あとは、えー、と小児外科の先生の方にお願いをして生検をするで生検をしてその腫瘍を一部取って,一部取ってきてそ,のそれを病理検査という病理部の方に回すで病理部の方でそれを顕微鏡で詳しく見てくれて診断が決まる大体いいここまでに大体早くからまあ1週間から2週間ぐらいかかることが多いと思いますねでその間に遠隔確定があるかどうかをよく調べて治療を始めると。 まあそういういい流れになっています、まあ、これはかんが腫の1歳の男の子の CT ですけどもここに大きい腫瘍があるのが分かりますねこ,れあのこちらが右の腎臓でこちらが左の腎臓でまあここに背骨が映ってますけどもここに大きいまああの肝臓の中に大きな腫瘍があるのが分かります。まあ、これでかんが腫で治療を始めようということになります。 看護師の治療は、まあ、よく言う手学的治療手術とそれから抗がん剤による化学療法放射線療法、まあ、これ3つががんの,の3大、えー、主要治療なんですが放射線治療は看護師に対してはあまり効かないことが分かっているのでこの手術と化学療法を駆使して、えー、治療を行うことになります、えー。先ほどから出ていますように送別化治療というものが非常に重要で。 えー、肝,肝がんかしの病気分類というのは今、えー、後でまた示しますがプリテクスト分類というその病変の広が,広がりによって、えー、治療の層別化をしていきますそれからそれが過大静脈とか門脈とかリンパ節転移があるかどうかとか過、えー、大静脈や門,門脈に侵入しているか、まあ、そこを圧迫してないかとか,とかですねそういうことそれからリン,パ節リンパ節転移があるかどうか 腫瘍破裂があるかどうか遠隔転移があるかどうかとこ,、まあ、こういうことで、えー、治療の送別化を行っていきますでこれはプリテクストのお図ですけども、えー、肝臓の中での病変の広がりをプリ,プリテクストの1234という4つに分類しますで1が一番小さいもので肝臓をこの4つの地域に区域に分けるんですねで、えー、この3つこう正常な正常なところが3つあるやつ これが1なんですねで2つつながってあるやつこれが2で、えー、1つしかその正常な部分がこう単独で存在しないものが3で、えー、そういうものが存在しないものが44が一番、まあ、治療がしにくくて1が一番治療しやすいということになりますけどこういうふうに患手の,の場合には、えー、病気を分類していきます。 であの治療の創別化もこれ何回も出ますけど、えー、と病気の治りや,治りやすさ、はい、用語ですねこれを病気が見つかった時の状況や検査の結果によって予想し、えー、治りやすそうな人には弱い治療治りにくそうな人には強い治療を行いそれぞれの人に適した治療を行うことできるだけ合併症や副作用を少なくしたいこれが治療の創別化であります。で日本ででのの治療の変遷です,ですが えー、1991年から JPLT 小児肝がんスタディグループというものができまして全国規模で治療研究を行っています、えー、JPLT の123とでき、えー、ていまして現在3ですが、えー、最初の臨床試験が年から行われていますでこれまでの JPLT の12それからそのほぼ並行して海外で行われていたさまざまな臨床試験 を通じてえっ、ー、と分かったことなんですけれどもえっ、ー、と原則としてまあ一部の治りや治りやすい肝がん腫を除いてはえっ、ー、と手術だけでは治らないとまあ抗がん剤の治療も必要だということが分かっていますそれから抗がん剤の中ではシスプラチンが重要であるということ、えー、それから、えー、手術で全摘とは困難な症例では肝移植を含めた治療計画を立てるのが必要であるということが分かりました。 増血管細胞移植を併用した超大量化学療法という、まあ、強い化学療法はあまり有用ではないんじゃないかということが言われています。日本では現在 JPLT3 で、えー、SIH といいますが標準リスク中間リスク高リスクという3つに層別化して行われています。と標準リスクは3歳未満で全摘出が容易なもの、えー、中間リスクは3歳以上または手術で全摘出が困難なもの高リスクは遠隔転移のあるもの。 でまあ、このようにあの標準リスクは実前に化学療法を4コースやって手術をしてさらに2コース中間リスクも4コースやって、えー、手術するか肝移植をするかでまた術後の化学療法をするというスケジュールになっています。高,高リスクのものはかなりあの治療があのハードなもので抗がん剤の量が多くなっていましてそのます肝移植をするという予定になっています。 JPLT2 までの日本の成績では、まあ、標準リスクは80から90%の方が治るんですが中間リスクは70%高リスクは40%ということでまだまだ治療成績を上げる必要がある,あるような疾患であります。でそこで国際共同研究への取り組みという話に移りますが。 小児科学科書に対する治療研究グループはヨーロッパではこのシオペルそれから北米ドイツそれから日本この大きな4つの治療研究グループが世界にはございます。で、えー、これらの,あのメンバーがですねいろいろ集ま,集まりましてお互いのそれまでの治療計画を治療結果を報告しちゃったんですね。 するとまあこれドイツとかアメリカとかカナダとか,か日本とかヨーロッパあのこういうふうにまあ,あ,のある程度の差はあるんですがまああのまあこういう治療すべきだねっていうふうにお互いに見比べあの見たわけですね。<laughs> 研究をこれからやっていこうという中で、えー、まずまあ症例数をた,た,たくさん増やしていくことがまず大事ですのでそれでまあ国際共同研究をやろうということになっているんですが問題点としてはそ,のそ,のあの治療それまでの歴史があるわけですねその治療研究それぞれのねでその看護師の診断方法であったりリスク分類標準リ,リスク中間リスクハイリスクというそのリスク分類が違うわけですね。それを何とか統一して これから国際共同研究を行っていかなきゃいけない。それから治療法ももちろん統一して行っていかなきゃいけない。ということで、こういうところが、あのまあすぐにはあの国際共同研究が行えないところだったんですが、えー、こういうのを統一しようという動きがありまして、えー、これまでのそれぞれの治療研究のいろんなデータを持ち寄って、えー、病理像やリスク分類などをもう一度協議して、統一したもので、 標準リスク、中間リスク、高リスクというものをまあ暫定的に作って、ですねそれでえ全部の世界中の症例でまあ統計を取ってみると、標準リスクがまあ大体8割ぐらい、中間リスクが50ぐらい、高リスクがやっぱり30%ぐらい、これぐらいの治療成績になったということがあります。で、今後ですね、今,今、実はえその国際共同研究の話し合いをしているさなかなんですけれども、え、ー 超低リスクまあ非常にまあ治,り治りやすいグループのものそれから低リスク、中間標準リスクですねそれから中間リスク、高リスクとこの4つのグループで今後臨床研究をしていこうということになっています特にこの低超低リスクのものはもう化学療法もしないで手術だけで済ませようというそういうあの画期的なものでもございますで国際共同研究で知りたいことは 低リスク群におけるなる治療の軽減を図るそれから中間リスク、高リスク群に対する最適な抗がん剤治療の組み合わせを知るそれから新しい予防因子を見つけ出して今後の、えー、臨床試験に役立てるあの看護師の予防因子は年齢と病気だけしか今のところまだ分かっていません要するに外,外,外空を見てこいつは治りにくいものか治りやすいものかというのを想像しているだけで中身の,その細胞の性質が 抗がん剤に抵抗性のあるものなのか、どうかっていうのは、まだその治療する前には予測することができないので、それを見つけるような知るようなあ。予後、因子を見つけ出そうということが、この国際共同研究のもう一つの目的でもあります。はい、あの今日のまとめになります。えー、看護師は2歳以下の乳幼児に多い肝臓に発生する。アクセス症の一つで患者さんの数はとっても少ないが、90年以降改善してきました。 今後は国際共同研究を実施して、さらに良い治療を目指していく予定でございます。以上です。どうもありがとうございました。